皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、巷では永瀬拓也九段が藤井八冠を語っていたようだね。そのようだぜ。永瀬九段があの大谷翔平選手と似ているって語っていたようだからえって思ったのよね。まあ、実際には話の流れの中で藤井八冠は穏やかに勝負できるからそういった面が、大谷翔平選手やボクシングの井上尚弥選手と通じるものがあると言っていたようだぜ。なるほどね、世間では噂は大げさに流れるからね。藤井八冠が大谷翔平選手と似ているって聞けばみんな興味を持つと思うぜ。だねー、今年、最も注目された二人だからねー。実際には藤井八冠の強さについてが中心だぜ。というわけでここでのテーマは最も対局した永瀬拓也九段だけが知る藤井聡太八冠の本当の強さについてにチャンネルやヤフーでの掲示板の反応について紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。実際、にチャンネルやヤフー掲示板でいろいろな反応があったけどまずはプラスの反応について紹介していくぜ。ストイックでチキ。藤井から初めて脱出するのは永瀬だろうな。鍋も永瀬も読ませるいい文章だな。こういうのってライターが調整してるんだろうか。全部自力で書いてるなら大したものだが。将棋道はともかく将棋連盟という工業用の組織にいる限りはいつか立ち回れなくなる時は来るのだろう。でもまだ30過ぎだしこういう人がいても面白いわな。永瀬はあと 14.2 ポイントでレート2000到達だぞ。棋士レーティングも藤井聡太に次ぐナンバー2だ。恐れ多いぞ。苦行によく耐えている。永瀬は才能を否定するけど天才が大好きという矛盾を抱えてて好きだわ。永瀬さんの思考、自分と 98% くらい同じで共感できるわ。Y が向き合っているのは相場だけど、将棋観戦ファン的には永瀬や糸田区みたいなちょっと危ういぐらいの姿勢で将棋と向き合ってる棋士に惹かれるものはある。こういうのを平成以降の精神というんだろうな。昭和の時代は軍国主義の影が強く残っていて、体育界ではレギュラーと非レギュラーでは天と地の差で、レギュラーの間でも順位争いが過酷を極めていて、一つ上のやつは下を軽蔑しきっていて、同時に下に落ちる恐怖で常に怯えていた。チャラチャラした同好会とは真剣度が全く違ったんだよ。永瀬は一つでも上に行かなければ絶対ダメという昔の根性があるので好感が持てる。永瀬九段のことがよくわかるいい記事ですね。努力の天才。年間3000時間、それも何年にもわたって、そんなことできる人はごくわずかだと思います。高校生17歳で四段になって才能自体もトップの一角にあるわけだし、そりゃ強くなるよね。将棋の世界は、勝ち続けないと評価されない。永瀬九段はタイトルを取っていて王座4連覇もしていたけれど、その真の力はまだ十分に発揮されていないのかもしれない。今でも十分強いと思うけど、さらに隠された強さがあるのかも。次期王将戦で藤井永瀬戦をぜひ実現してほしいな。素晴らしい記事だと思う。本心だと思うし、少しずつ藤井さんに近づいていくという信念があると思います。彼の人間性が現れています。こんな感じで永瀬九段を評価しているコメントも多かったんだぜ。なるほどね、永瀬九段って昔ながらの昭和の雰囲気を感じるよね。永瀬九段のまるで血の滲むような努力というのがこの記事からも伝わってくると思うぜ。昭和の時代に放送されていたアニメ巨人の星を連想させるような感じで好感が持てるよね。確かに永瀬九段は昭和のアニメに出てきそうな根性論のイメージにぴったりだぜ。藤井八冠との VS はまるで星ヒューマの秘密トレーニングのようなのかもしれないね。もし、この記事を読んでいたなら皆さんの永瀬九段についての評価が知りたいわね。次に、2チャンネルやヤフー掲示板で非常にコメントの多いマイナスの反応について紹介していくぜ。気合、やる気、空回り永瀬の読み筋と違うて、1分将棋なら 99% 小勢でも何回でも読み間違うからね。永瀬は挑戦者になれても、藤井からタイトル奪取は無理かんおけでお人形遊びしてな。永瀬は将棋界におけるサリエリシットと戦法と尊敬と誰よりも深い理解度。言い訳してんの永瀬だけだぞ。みんな濁してフォローしてるだけで。だから何、空は青くて中国国旗は赤いくらいだ。分評論のための評論。永瀬の言動には問題が多い。未来永劫、陣やホテルに飾られる記号層など、焼却処分してほしい像素が多く、気持ち悪い永瀬の文章など読む価値なし。永瀬って藤井に心酔するあまり他の棋士を見下してる気がする。自分でも2飛車がエアポケットだったって解説してただろ。ほんとプライド高いよな。他の棋士は自分より才能あるし努力すれば自分を上回れる可能性があるのに、なんで努力しないんだって本気で思ってそう。永瀬王座の必勝から逆転、と言われ続けたのが気に食わなかったのね。
工房銀撃ったことで6人からの罪筋を防いだってことじゃないの？この解釈が誤りだと言いたいの、長田区は？ここらで長瀬に叩きを入れておかないとなどうも最近やたらと長瀬帯かというか、持ち上げてる流れがあったからな、修正しないといかん。長瀬ってさも自分がナンバー2ですみたいな顔しときながら名人も竜王も取ったことないんだよな。それどころか挑戦もしたことない。詰ませられなくて負けたのにお前らはわかんねえだろって。2局目も3局目も終盤ミスして逆転されてんのにすごい負け惜しみだな。長瀬は元から口悪くて他の棋士を軽視した発言が多い。こういうところが長瀬のダサいところなんだよな。都合の悪いところは話さず逃げてなぜか得意になる謎行動。こんな感じで2チャンネルだけでも長瀬九段に対するマイナスの評価が多かったんだぜ。昔から2チャンネルの掲示板って匿名での書き込みも多いから人を批判するようなコメントが多いのよね。普段人前だと遠慮して思ったことが言えないから掲示板では本音を書き込む方も多いと思うぜ。そうかもしれないねー。私が長瀬九段だったらへこんでしまいそうだけど、長瀬九段は掲示板の書き込みって見ているのかしらね。もしかしたら見ているかもしれないぜ。もし見ていたらあんまり気にしないのが一番だね。気にするようなら掲示板は見ない方がいいと思うぜ。次にヤフーで書かれていたコメントを紹介するぜ。あのサーチクリの件忘れてない？皆さん、人格を磨く努力も必要だろ。米主も器の小ささなら負けてないよ。2チャンネルとは対照的に長瀬九段に対するマイナスのコメントがほとんどなかったんだぜ。納得だわ。もちろんコメントをしている年齢層も違うと思うけど、ヤフーでは掲示板に対する規制が2チャンネルよりは厳しいのもあるかもしれないね。過度な批判や中傷、暴力的な書き込みは禁止だから掲示板に書き込む際には注意が必要だぜ。だねー。私は乙女だからとっても傷つきやすいのよね。実際に掲示板の誹謗中傷などで悲しい事件になったりしたこともあったし、みんなの意見も聞いてみたいぜ。長瀬九段が藤井八冠は大谷翔平と似ていると語っていたようなので、これに対する2チャンネルヤフー掲示板での反応が多かったので、まずはプラスのコメントから紹介していくぜ。潜在能力に対してその一部分だけ使って頂点極めてるところが共通してるから、大谷翔平と似ているなのだ。長瀬は颯太の底知れぬポテンシャルを称賛したいのだ。藤井と大谷の思考や発言行動の共通点や似た部分はいろいろなメディアでも言われてることだから、似てる部分があるのは間違いないだろう。さらにこのタイプが過去の第一人者にいなかったタイプなのも確か。大谷と藤井は確かに穏やかも似てるけど、一番は二人とも競技に対する練習や勉強なんか置くと思ってないところが一番似てると思うわ。ただでさえ天才なのに、努力も本人的には楽しんでやれるのが本当に無敵すぎる。2チャンネルのコメントはこんな感じだったんだぜ。やっぱり2チャンネルだね。共通しているってコメントが少なめだよね。次にヤフー掲示板のコメントを紹介していくぜ。大谷翔平との共通点、その競技をこよなく愛し、生活すべてを犠牲にしても意図はなく限界を作らない。二刀流なんて単純に一人で二人分の仕事をすることになりからだ。精神的にも負担は2倍。それなのに球場での振る舞いは紳士的。藤井さんも年中タイトル戦で行き着く暇がないのではと思うが、全くおごらず絶対に謙虚だ。自分の中では二人のスタイルが似ているとよく思っていた。ものすごく説得力がある取材内容だな。穏やかで突き抜けている感じ。大谷とか井上を対比させるのが長瀬の真骨頂。これからも名勝負を見せてくれ。不正室の3人の強さの本質が穏やかさとは素晴らしい。長瀬さんのこの考え方は本当に素晴らしい。さすがです。久しぶりに感銘を受けた。大谷選手、井上選手、藤井聡太さん、私も共通したものを感じる。3人とも慢心がなくストイックなところ、それぞれの分野の歴史に残る大天才ですからね。そうや、似ているでしょう。井上尚弥の名前が出るとは、世界が違いすぎるからそんな名前が出るのは意外でした。楽しく見てる凡人としては、大谷、井上、藤井の3人が過去ありえないレベルで活躍してて、共通するのは競技が好きであること。好きこそものの上手なれとは言いますが、ほんとすごい。3人の活躍を楽しみに生きてます。ヤフーのコメントはこんな感じだったんだぜ。やっぱりヤフーの方が素敵なコメントは多いね。藤井八冠の将棋に対する姿勢と大谷選手の野球に対する姿勢って共通している部分が多いのよね。その通りだと思うぜ。二人とも実は質の良い睡眠を心がけているんだ。二人がこれほどまでに睡眠を大切にしているなんて知らなかったわ。大谷選手は野球に全てを捧げて、藤井八冠は将棋に全てを捧げていると思うぜ。
生活のすべてを競技に捧げている二人は本当に立派だよね。続いては2チャンネルの掲示板に書かれていたマイナスのコメントを紹介していくぜ。永瀬が大谷翔平の何を知っているというのか。ついに大谷にすり寄ってきたか。大谷が藤井に似てないのは清水美智子が藤井に似てないのと同じだ。大谷翔平勝手な説明や解説が出回っても、いちいち反論するのは時間の無駄で性格的にも興味がありません。野球興味ないから大谷とか知らんのでそれと絡めるなよと思う。憧れるのをやめましょう。ふんぬ。井上尚弥は好青年だと思っているけど穏やかな感じではないと思う。本質を理解してないにわかが語るなって意見はわかるけど、じゃあ野球知らないくせに大谷に似てるとか語んなよと思ってしまう。穏やかな奴が格闘技やらんやろ。大谷翔平を出すな。彼を引き合いにして良いほど野球見てる時間あるなら、言うほど将棋研究して変画斜めみたいに野球界とのコラボまでしちゃうくらい、野球好きアピールしてるならミーハー的に出しても構わないが、スポーツは思考そのものよりそれを実行するための肉体の限界を、いかに突破できるかってのが肝だから将棋とは比べられないわ。ただすごいっていうだけで言ったなら発言の軽さに驚く。にわかは勝手に吐かしてろと言いつつ大谷を出すのはなんだかな。長田くよ、君は王将について語れるほど王将について詳しいのか。君が語るのは富士層だけにしよう。富士層を誰かに例える意味もあんま感じられない。綿明はともかく長田くに王将を語るほどの知識があるとは思えんな。まあ、いわゆるにわかの域を出ないだろう。2チャンネルのコメントはこんな感じだったんだぜ。みんな言いたい放題だね。永瀬九段が藤井八冠は大谷翔平と似ているところもあるって言っただけで2チャンネルの人に言われちゃうんだね。話の流れで自然と出てきただけで大谷翔平のことは語るなって厳しすぎると思うぜ。次にヤフー掲示板のマイナスのコメントを紹介していくぜ。絶対似てないと思う。なんでもかんでもこじつけるのは良くない。日本でしかやってない将棋の藤井さんと大谷さんを同じかのような扱いはさすがに大谷さんに失礼だろう。ヤフーのコメントはこんな感じだったんだぜ。たったこれだけ2チャンネルとは凄まじい大差だね。ヤフーのコメントは全体的に永瀬九段を称えるコメントが多かったぜ。永瀬九段がヤフーのコメントを読んだ後にチャンネルのコメントを読んだら悲しくなるよね。藤井八冠と大谷翔平選手が似ているかについて皆さんの本音を聞いてみたいわね。最後にその他の2チャンネルヤフー掲示板での反応を紹介していくぜ。他の局面ならともかく、御三馬の局面でこれを言うのは投げなら鼻で笑ってそんなもん1秒でしょ。くらいは言いそう。それが違うんだな。将棋世界ムックの八冠の鍋インタビュー立ち読みしといて。鍋は黒源では、永瀬の王座戦最終局のこと 99% 対 1% ほどの差はない、と言ってたけどね。そんな簡単じゃないということだと思うが。昭和の時代に生まれれば性格的にも合っていたと思う。令和の時代は生ぬるいと感じてるのかもしれないな。永瀬はデストラナインかねついてこれるやべえ逸材と書いたら、そいつがいつかあの方に対抗できそうじゃんよ。永瀬のは偏愛から来てる論評なので客観性に欠けるが嘘と決めつけるまではいかない。鍋なら競走馬に例えるだろう。こんな感じで渡辺九段鍋に対するコメントもなんかもあったんだぜ。そうだねー。渡辺九段は棋士の中では競馬好きで有名だもんね。最後にヤフー掲示板のコメントを紹介していくぜ。永瀬先生から藤井先生への壮大なラブレターのようだ。全文を買って読んでみたい。文層というよりすでに主要層。永瀬拓也さんは藤井聡太さんと一番刺されている方なので、二人だけにしかわからない世界のようなものがあるのかもしれませんね。永瀬さんもだいぶ普通じゃない気がする。もちろんいい意味でだけど、その業界のトップランナーってやっぱり優先順位が常人と違うんだよな。永瀬私のようなタイプの方が普通なんです。笑い。や、永瀬九段もかなり普通ではないと思います。ヤフーのコメントはこんな感じだったんだぜ。面白すぎるわ。永瀬九段はかなり普通ではないよね。正月も休まず毎日10時間将棋の研究に打ち込むって普通の人間じゃないと思うぜ。人間辞めますって宣言もしている人だからね。かなり普通でなければ藤井八冠には勝てそうもないよね。というわけで、最も対局した永瀬拓也九段だけが知る藤井聡太八冠の本当の強さについて2チャンネルやヤフーでの掲示板の反応について紹介してきたぜ。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく頼むぜ。それじゃ、まったねー。